ビクトリーヌ・ムーランビクトリーヌ・ムーランは、フランスの著名なモデルであり、女性画家である。1844年、パリに生まれる。父は、ブロンズ彫刻の色付けを行う職人、母は、帽子職人であった。16歳の時、トマ・クチュールの美術モデルの仕事を行う。ムーランは、このごろクチュールの女性用アトリエで絵を学んだのかも、しれない。 エドアールマネと裁判所でたまたま出会ったことがきっかけで、1862年の街の歌い手を皮切りに、マネの数作品のモデルとなる。ムーランは、ラ・クルベットと、あだなされるような小柄な体つきとマネの水彩の、オランピアで鮮やかに描かれている赤毛が、特徴的な女性だった。ムーランは、ギターとバイオリンを弾き、これらのレッスンをし、カフェで歌った。ムーランは、マネの、 草上の昼食と、オランピアのモデルの仕事で有名である。同時期に、真似と親しかったエドガードガとベルギーの画家、アルフレッド・ステバンスのモデルも務めた。ステバンスとの関係は特に親密だった。真似は1870年代初めまでムーランを、モデルとして使い続けたが、この頃ムーランが、絵のレッスンを受け始め、 マネが反発していたアカデミック美術に惹かれるようになったため、二人は疎遠になった。マネがムーランを描いた最後の作品が、しばしば、鉄道と称される1873年のサンラザー歴である。この作品は、マネが現代的な画題を扱った最高の例だと考えられている。モデルという職業が画家の前で裸体を晒すなど、社会的に 不名誉なものとされていたこともあり、ムーランは不遇のまま没し,したというのが長年の定説であったが、近年の研究により、ご反省は画家として一定の地位を得ていたことが明らかになっている。1875年に、ムーランは肖像画家、エティエンヌルロワに支持し始めた。1876年には、サロンド・パリで、 彼女の作品が展示され、非評価賞を受賞している。皮肉にも、マネがこの年出品した作品は落選した。1879年に、ムーランが芸術アカデミーに出品した作品、16世紀ニュルンベルクの女性市民は、マネの作品と同じ部屋に展示された。ムーランの作品は1885年と1904年の展覧会にも展示された。 ムーランはサロンで6回作品を展示している。また、1880年代までは、エッチングで最もよく知られる、ノルベール・グヌットとアンリ・ド・トゥールーズ・ロートレックのために、モデルの仕事も続けた。ロートレックは、好んで、ムーランを、オランピアと紹介した。1903年に、ムーランは、シャルル・エルマン・レオンと創立者、トニ・ロベール・フルーリーの後押しにより、 フランス芸術家協会の会員となった。1906年までには、ムーランはパリを離れてコロンブの郊外に移り、余生をマリー・デュフールという女性と過ごした。二人は住居を共同で所有したようで、80代になってなお、ムーランが画家を名乗っていたことが、当時の国勢調査の記録に残っている。ムーランは1927年3月17日に没した。 1930年に、デュフールが死んだ後、住居の中身は処分された。20世紀末に、近所に住む老齢の人々が、ムーランの家に最後まで残っていたバイオリンとそのケース、などが焚き火にくべられるのを見たと語った。ムーランの作品で唯一残っているのが、2004年に、発見された、油絵、枝の手術で、現在コロンブ歴史博物館に展示されている。 エドアール・マネによる、ビクトリーヌ・ムーラン像、ビクトリーヌ・ムーランの作品レジュール・デ・ラモ、ハット・ヒメネス、ジル・バーク、ディクショナリー・オブ・アーティスツ・モデルズ、ロンドン、ラウト・レッジ、P372ABCD ・サマーズ、クロード・ジェイザクやエンサイクロペディア・オブ・ザ・ビジュアル・アーツ、クライス・プレス、ハット・ロス・キング、ザ・ジャッジメント・オブ・パリ、P37、 街の歌い手、ドゥアールマネ150年経て解けた誤解は、朝日新聞2017年7月11日有刊。ありがとうございます。